面白いじゃないか。同期、お前はスーパージュニアでな。大志、いつになるかな。楽しみだよ。たった二工業出てないだけで、なんか久しぶりに感じるな。もうここでよ、散々宣伝させてもらった道の子の矢幅大会、結果だったりどんな試合だったり、俺が何を言ったか、それはよ、てめえで調べろ。でもな、俺にとってはすごく大事な大事な試合だった。そしてな、俺が次に上がるための大切なもの、それをよ、その試合で俺は掴んだつもりだ。でもな、ここは新日本プロレス、今日当たった真壁、石井、そしてもう一人楽しみな相手がいっぱいいるな。こっからよ、しっかりこっちにフォーカスするから。でもよ、今日はそれだけじゃねえな。最後ゆうやが何かあげただろ。ちっちゃ、まあいいや、ちっちゃいけど、今日はゆうやが俺の誕生日祝いに最後勝利させてくれたっていうことでこれもらっとくよ。ゆうやからどこから出てきたか知らないけど、ちっちゃ、まあオーナーちっちゃくてもいい、気持ちいい、その気持ちは受け取るよ。まあ明日ついにまた年を取るけど、去年は43歳だったけど、今年は一体何歳になるのかなと、そう思うわけです。そのためにも今日11時から19日に日をまたぐ11時から生配信、年に1回しかない生誕祭やります。一人だから寂しいから、みんな来てくれ、適当にチャットなんで話すので。ありがとう、ゆうや、ありがとう。この後あの子に祝ってもらおう。よし、今日も大事な一勝で次に繋げるための、今日勝ったのは太一兄やんの誕生日のためでもなく、これは自分のためです。また明日から一つずつみんなが納得する、みんなが納得するように、僕はまた明日からも一つずつ勝ちたいと思います。ありがとうございました。